はい、こんにちは。ニューヨーク在住の DJ 和作サです、えー。今回はですね、えー、以前に使ったことのあるシンプラーというインストゥルメンツを使って以前使わなかった3つ目のモード、スライスモードですね。それを使ってサンプル音源をスライスする方法について今日はやってみたいと思います。で、今回使う、えー、サンプル音源がこちらですね。すでにオーディオトラックとして アサインしています。一度聞いてみます。はい、これですね。これがサンプル図。ここのブレイクで絞り込み検索させたこのブレイクビートゴースト t s 9 0 p p m っていうこのサンプル音源ですね。これを今ドラッグしている状態です。で、ここに えー、その下にですね、右トラックを作って、えー、シンプラーを入れてみたいと思います。これですね、インストゥルメンツの下から3番目、シンプラー。これをこの空いている部分にトラックして、ミディトラックを作成すると、右側のこの赤い部分が赤くなって、キーボードが使える状態ですね。こんな感じで反応しています。で、この下にですね、 シンプラーがトラックビューに現れましたので、この中に先ほどのこのブレイクビーツをアサインしてみたいと思います。えー、ブレイクですね。これですね。これをここにドラッグするとアサインされました。で、えー、いつものように選択シフトコマンド M でミディトラックを作成ですね。 はい。で、ミリクリップを開くと、えー、ここですね。ミリの基本の高さである C の3。ここを、えー、伸ばしてあげると、で、再生します。ソロで再生します。はい。こんな感じで、上のオーディオトラクト。 同じ音源がこの状態だと再生されます。一度消します。で、このトラックビューの今マウスで囲んでる部分ですね。えー、以前はですね、クラシックモードとワンショートモード。この解説をしてみました。今回はこの一番最後の3番目のスライスと書いてあるスライスモードですね。これはもうそのまま読んで字のごとく スライスされるモードです。サンプルがこう、切り刻まれるモードということになりますね。はい。で、このスライスモードなんですけども、このスライスモードにした瞬間に、えー、っと、パソコンにつないでるミディキーボード上に、えー、こんな感じで切り刻まれているスライスごとに、もう自動的にキーボード上にアサインされます。こんな感じで。バラバラの パーーーツとしててキーボード上ににアサインされる形になってすごい便利ですねで左上の部分ですねこの小さい三角を押すとこんな感じで詳細のビューが現れるのでここでこのこの部分ですねこの線の部分にカーソルを当てて矢印が出た状態で上に伸ばしてあげるとこんな感じで広く見ることが できます。まあ、こんな感じで大きく表示することができます。で、一回閉じます。で、このシンプラーのスライスモードの機能の説明を今からします。まず大事なのが、ここですね。このセンシティビティ。ちょっと文字が小さいんですけども、この今マウスで囲んでる部分。センシティビティって書いてるところが、えっと、このスライスの 刻むコマさこれを調節できる部分ですね下の100%なので今デフォルトだと,、えー、っと一番細かい状態になっているのでここにカーソルを置いて数字の部分を、えー、つかんでマウスで掴んでドラッグしてやるとこんな感じで幅が広がりますこの ススライスの細さが変わっていきますね。下にするほど数字が下がっていくほど、えー、スライスがの幅が大きくなる100にすると一番細かい状態ですねはいここで、えー、スライスの細さ調節ができますはいそれからですねえー、っとこのシンプラーの右上のタブですね今サンプルっていうタブを選んでいる状態でサンプルが 表示されているんですけどもその隣にコントロールズっていうもう一個のタブがあるのでこうこっちを開くとフェードインとフェードアウトっていう2つのノブがありますのでここで各サンプルのフェードインを頭とお尻のカーブですねこれを調節することができますこれを上げれば上げるほど えっと、頭が削られる感じですね。こんな感じで。はい。ゼロにするとアタックが強い状態。上げていくと削られる状態ですね。はい。フェードアウトも同じです。この最後の血っていう音が、これ上げると、こう、なくなる。削られてスムースになるっていうイメージですね。 ここでフェードイント、フェードアウト、各サンプルのフェードイント、フェードアウトを調節することができます。はい。で、ここまでやったら、えー、実際にちょっと、じゃあ、このバラバラになったブレイクビーツを使って、別なパターンを組み立ててみたいと思います。で、ここですね、あの、えー、シンプラーの右下、まあ、以前もお話ししたんですけども、ここ、えっ、ー、と、デフォルトだとマイナス 12dB って言って、 結構音量が、ボリュームが下がってる状態なので、0にしてあげましょう。このノブを、ボリュームノブを0にしてあげると、元々の音量になります。はい。こんな感じですね。で、えー、ミディクリップをダブルクリックして表示させます。そうすると、えっ、ー、と、下の方ですね。C の、C の1っていうところから始まって、 でここまですすねちょっと狭めますここからここまでの間に各サンプルが振り分けられてる状態ですねここではまあ適当に打ち込んでいってみますはいでどんどんあの右ノートを足していってこんな感じの、えー、パターンを組み立てて 見ましたちょっと聞いてみますはいバラバラに分解してもう一度組み直すことができるモードですねえー、もう一度これ表示します縦線のことをスライスって呼ぶんですけどこれを調節する方法ですねえー、単純にダブルクリックすると消えます でもう一度ダブルクリックすると作られる。で、ここをずらすと手動でそのポイントをずらすこともできますね。で、この虫眼鏡になっている状態でこう上下に、マウスを上下にドラッグすると大きさが変えられます。上にすると、マウスを上に持っていくと狭くなって下に持っていくと広くなりますね。これで細かくして微調整。 いうことが可能になってきます。はい。で、もう2点注意していただきたいところがあるんですけども、ここのトリガーモードで、下がゲートモードっていう2つの再生方法があるんですけども、これは何かというと、えー、っと、このトリガーだと、1回押して、全部サンプルが最後まで、 再生されるモード。で、ゲートだと、キーボードを押している間だけ鳴る。こんな感じで。長くすることもできれば、短くすることもできる。キーボードを押している間だけ鳴るモード。えー、この、ミリクリップの長さに比例するモードですね。これは、要はあの、クラシックモードとワンショートモード。これが、 えっと、スライスモードだとトリガーとゲートっていう風に分かれるっていうイメージだと思ってください。はい。それから、えー、その隣の隣の隣ですね。プレイバックっていう項目があるんですけど、この今マウスで囲んでる部分ですね。ここが今はポリっていうものを僕は選んでる状態なんですけども、ここの小さい三角を押すと、モノとスルーっていう三つのモードがあります。 これ、ものにするとどうなるかというと、えー、っと、この、例えばこう、重なっている部分が、一箇所につき一つのサンプルだけが再生されるモードがものですね。はい。こんな感じで。で、えー、この、ポリ、ポリを選択すると全てが、 同時になってくれる。複数が同時に再生されるモードがポリーですね。で、最後のスルーっていうのが、えっと、最後に再生されたノート、右ノートが、次のサンプル、次の右ノートが来るまで繰り返し再生されるモード。はい。で、それから最後のこのスルーモードですね。このスルーっていうやつは、これは例えばですね、 ある鍵盤を押して再生したとします。その際に、えっと、次の鍵盤を押すまでに、その最初に押した鍵盤の、えー、ところ、部分からね、このスライスの部分から繰り返し、その次の鍵盤を押すまで再生される、繰り返し再生されるモードということになります。こんな感じですね。はい。 まあそんなにあのこういったミディクリップで入力するっていう場合にはまあそんなに使うモードではないのでモノとポリとこの2つを使い分ければいいのかなと思いますはいというわけで今回はですね Ableton Live 10にデフォルトで入っているインストゥルメンツ、えー、シンプラの、えーのこの3番目のモードですねスライスモードこのモードの、えー、使い方の解説をしてみました スライスモードを使ってこういった長いサンプルを切り刻んでまた自分なりのビートを組み直してみてください、えー、本日も動画のご視聴ありがとうございました DJ カ作間でしたまた次回